はい、いつもですねブラックバスを釣りに行くときってバイクが移動手段なんですよね。でバイクで移動手段はいいんですけども、ロッドって結構不便なんです、持ち運びに。でこういうコンパクトロッドを使ってるんでリュックサックとかに入れて走るんですけども、これねいちいちリュックサックから出してまあ結構いい感じの野池を見つけたときにまたこれを伸ばしてでルアーをセットして投げる、結構ね一手間二手間多いんです。なので、バイクにもうすでにこのロッドを伸ばしたまんまの状態で、でルアーも先セットしたまんまで移動できないかという方法をいろいろ考えてまして、まあ YouTube とか、ネットで検索してると皆さんこういうですね、傘ホルダー、ダイソーで売ってる100均の傘ホルダーですね、こういうので、バイクにロッドホルダーをつけてると、で伸ばした状態で走ってる方が結構いらっしゃいます。でね、ちょっと私も見よう見まねで、これを実際バイクに取り付けてみて、伸ばした状態のロッドが運べるのかどうか試してみたいと思います。はい、ではまず一回開封していきますね。まあこんな感じで、多分これがここにこうはまるようにズボッと入るんですね、これで果たして支えれるのかどうか。だから、他の方の動画を見るとね、このリールの足の部分ですね、この部分を、まあ、スポッとはまるようにここをカットしてる動画がよくあるんですよね。こうカットしなさいよと、ならこれがグラ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 動かないよということなんで、私もここをカットしよっかなと思います。はい、私の場合はね、こういうオフロードバイクですね、こちらの方につけたいと思います。でこのオフロードバイクのどこにつけるのかっていうと、これね本当はタンデムステップがついてた位置なんですけど、私あの林道とか走るんでね、もう2人乗りするつもりないんで、一応外してるんですよタンデムステップを。でこれですね、このボルトに、まあ言うたらこういう風につけようかなと考えております。ではちょっとやってみますね。まあこういう感じですね。でここにこうですね、例えばこうですね、例えばこう、でまあこうなってこう、で果たしていけるのかですな、これが果たしていけるのかどうか。はい、まあ、こんな感じでちょっとね仮止めしてですね、で、これですね、これをまあこういう感じでつけようかなと思ってます。でまあここにつけるのはもともとこれについてたネジがあるんでね、それで多分止まると思います。でまあこうなった時に初めてこれがこう入るということなんですけどね。はい、ではねここをちょっとこうカットしますね。
はい、あとはねカッターで調整します。どっちにしてもねノコギリで切ると周りがギラギラあれになりますんでね。まあまあまあですな。まあこれで一応固定はできるということで、ちょっとロッドを変えてみますね。これも昔大昔に買ったやつで、全部僕の持ってるのはね古いもんばっかしです。で当時ね、昔ブラックバスに一時期ハマったことが実は言うとありまして、けど結局一匹も釣れずに終わってるんですよね。でそっからルアーを信用しなくなったんですよ。どうですかこれで。まあこんな感じで、まあいけるかな。でこういうのが付属されてますんでね、これを例えばこう止めて形作る。はい、下の方はねこういう感じに止めました。でこれでまあ一応ロッドがこうくるんですけども、ここにね、傘ホルダーについてた補助のやつですね、傘のあのカーブのとこですねを止めるやつをここに今仮止めしました。でこれをねちょっとまだグラグラするんで、ここに、例えばですねこういうゴムですね、こういうのをこう中に入れて、固定しようかなと思ってます。で竿がこうなると、でまあこういう感じでわかるかな、竿が一本ピーンとこう立つと。これで、もうすでにですね、ここに糸を通、ガイドに糸を通した上でルアーを引っ掛けて、で、走れるかなと、まあこういう感じで今考えております。ロッドもね安物ですんでね、まあ最悪の場合も諦めれるような竿にしております。これがね高級ロッドでしたらちょっとこういうのはできないと思うんですが、あくまでも安物ですんでね、でしかも大昔に買って家で眠ってたやつですんでね、まあこれでやってみようかなと思います。はい、仮止めも終わって本締めをした後に、さてこっからですね、ここに、ロッドの先っちょが当たりますんでね、このバットの部分を傷つけないようにここにクッションを巻いていきます。でまず何をするかというと、パーツクリーナーですね、パーツクリーナーをまずここに振りかけて両面テープがつくように脱脂をします。こういう感じでね脱脂をします。まあ適当に長さをカットして、はい、これでクッション材がついてこれで完成という形ですね。もうちょっとねごっついクッション材があればよかったんですけど、今家にあるのはこれしかないのでこれでいきます。で最後ですね、確認のために竿をこうしてこういう感じで、まあこれで竿が傷つかないという形かなと思います。いかがでしょうかね、大丈夫。はい、一応完成ですね、こちらにはクッションを何重も巻きました。でね、ちょっとねここですね、サイドシーン、サイドカバーのところにロッドがガン当たりそうなんでね、一応ここにクッション材を一つつけております。こちらの受け口の方ですね、この受け口の方も
こういう感じで中クッション材を3箇所入れて、一応ロッドをね守るように作りました。こういう感じですね。でこれにまあこう刺していくと、でこちらはこう締めるという感じですね。これでいかがでしょうかね、まあこんな感じでやってみます。あとはこれで実際走ってどうなのかっていうのを確認しながら、であとね、一応ロッドのこのなんていうんですかね、これが跳ねてパーンとこう動いたりすると困るんでね、ここにはなんていうかな、あのロッドベルトを使ってあのここ固定しようかなと思っております。以上、これで完成ですね。ご視聴ありがとうございました。